はい、ということで今回このラビーとナビーの大冒険中ゲームをねやっていこうかなと思います。なんかねすげえ盤上味を感じるんですよ。なんか音楽もちょっとそうじゃねえとか思っちゃう節もある。これとかどう見てもくるくる山にしか俺見えへんのよな。ということでね、このラビーとナビーの大冒険っていう、まあ、インディーゲームなんですけども、どうやら一人で作られたようだ。ほんとね、なんかにしては結構なんか完成度高そうに見えなくもないゲームなんで、せっかくなら楽しんでいこうかなと思います。いや、なんかこのアイコンはバンジョーじゃんっていうか、いや、これどう見てもバンジョーやと思うねんけどな。言語はまあええねんけど、設定。はい、ということで、まあ、早速ゲームをやっていきましょう。ゲームを始める。いや、マジでバンジョー味感じるよね。ん？なんかね、バンジョーを感じんだよな。いや、絶対この制作者はバンジョー好きやと思うよ。まあ、どんなゲームかちょっとまだわからんので、遊んでみてね、その雰囲気を実際に感じながらっていうところはありますが、白いウサギもおるな。真ん中になんか木があって、あ？これなんぞ？カエル、でも、これもどう見てもなんかグランチルダの砦みたいなことやな、多分。これなんだろう？カエルかな？あそこが入り口なのかな？ここに入れって言ってるようにも見えなくない。お？なんだろう？なんかキングクルールに見えるんだけど。いや、これもう、これもレア車やん。レア車見すげえな、マジで。憎きキングキャビットや。私、大魔王シファーラを仲間外れにして自分を呪うがよい。キャビットもろとも、この村は炎に包まれたのだ。この兵器によって、くらゆがいい。ミサイル発射準備、エネルギー充填開始。これで私が一番になる。私だけが幸せになればよいのだ。さて、待っている間に奴らの幸せの源、セイクリッドキャロと隠してやろうではないか。わすごいな。セイクリッドキャロットをおそらく集める旅になりそうな感じはするね。てかもう、大変よー。うん。わ、びっくりしたな。どうしたんだい？いきなり大声出して。ん？魔王のキッチンの様子が変なのよ。早く行かないと大変なことになる予感がするわ。キングキャビットに相談しに行くわよ。しょうがないな。あと5分だけ寝ていたいけど大変そうだから起きるか。さあ行こう。気合の入れ方の速さ。うん。ウサビレッジ。うん。あ、操作ができそうな。はい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 。普通に移動で。はいはい。カメラ操作早い気もするな。コレクションを見る。2人で遊ぶ？うわ、これどう見てもバンジョーやん。ウサビレッジ、1、2、3、4、5、6、7、7面かな？結構多いぞ。ボリュームがある。これ何？え？私たちワッパットっていうの。相方もハマった。絶対なんかワッパで来るようになるわ。すごいな。いや、これ想像以上にバンジョーだな。あ、なるほどね。で、これを踏んで、これバンジョー見すげえな。これなんだろう。これが音、僕たちシルバー作品いっぱい集めてプロゾワゼー。いや、すっごいな。これバンジョー。バンジョーリスペクトがすげえ。絶対これバンジョーです。あ、あんじゃん。セイクリッドキャロットじゃないこれ。お。ゲットしたっぽい。なるほどな。今あなたが取ったのがセイクリッドキャロットです。いっぱい集めてキングに持っていこう。キングに持っていけば、なんか道が開かれるっていうことなんかな。これ白ウサギ何？こいつは何？セットなのか？このラビー、ウサギとかはなんかセットになるもんなのか。ヤッホーラビーとの海。今日は暑いからここから泳いでいかない？何かいいものが見つかるもん。もうゲットした。ちょっと楽しそうだけど、お洋服が濡れちゃうから嫌よ。もうやったけどな。そう言わずに挑戦してみるのもいいんじゃないかな。さっきやったけどな。なるほどな。こうやって動線は出してくれると。とりあえずこのシルバーコインを集めつつ、
なんか洞窟みたいなのがあるな。あ、めちゃくちゃ簡単に、違うか。ノーも よくこんなところ見つけられましたね。だって見つけられないとゲームが始まらないじゃない。このちょっときつい言い回しもカズイっぽいんだよな。ゲーム僕にはなんのことがさっぱり。隠れたところに発見があることもあるんだね。ん？取れへんぞ。あ、取れた。なるほどな。いや、これバンジョーだな。ガチバンジョーゲーだわ。隠れてるとは思わないかな、ここが。ん？なんか、ん？これ炎かだな。で、こっち行くと。あれがキングキャサリンか。あ、これでなんか ZL でワープできるって言うとったな。はいはいはい、なるほどな。はい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 、ようできとるわ、これ。あ、で、5個集めるとあの中入れますせっていうことよな、どう考えても。じゃあまずはこのウサビレッジをとにかく探検して5個このセイクリッドキャロット集めるっていう感じやんかな。なるほどな。で、これナスビーだよな。これがキングキャロット？私はキングキャビット様の部下、エッグ・ワビットであります。こんにちは、僕たちキングキャビットさんに伝えたいことがあるんですけど、キャビット様はこの中にいらっしゃいますが、忙しいのであります。いろいろ大変なのであります。もしありたいのであれば、セイクリッドキャロット5つここへ持ってきて、誠意を見せるのであります。セイクリッドキャロットというのは幸せの源で光り輝く素晴らしい人参なのであります。誠意ですね、めんどくさいわね。まあ、しょうがないわ。そのセイクリッドキャロットって集めましょうな、ビー君。なるほどな。オレンジ。ヨーラビット、ナビ。レンジが突然暴れるし困ってんだ。ワイで攻撃できるはずだからやっつけてくれないか。そのくらい自分がやりなさいよ。あんた何にもできないの。まあまあ、ちょっとぐらいお手伝いしてもいいんじゃないかな。こいつ結構きついのもマジで。万丈だよね、完全に。え？倒せへんだけど。意外と強い、この人参。人参が暴れ出すって何？そもそも。倒した。あ、それセイクリッドキャロットね。なるほどな。めっちゃ簡単。まあまあまあ、最初やからな。こんぐらい。これ何？あ、これが回復な。僕たち、美味しくてフレッシュなアップル。食べると、失った体力が回復するよ。それはありがたいね、実に。めっちゃ潤沢に用意されてんだけど。岩があるが、岩があるけど、これも何もできないけど、明らかに奥になんかあるよね。今現在は何もできないとしましょう。あ、これワープパッド。違うな。おい、降りろ。おめえが俺の上に乗るのはまだ早い。技あり師匠にアクション教えてもらってから、技あり師匠。いや、これ完全に万丈だな。これはおもろいな、でも。万丈味を感じる言うただけあって、これ、技あり師匠？ごきげんよう、二人とも。あなた、この箱の中に何が入ってるのわかるかしら？そんなのどうでもいいわ。あら、そうかしら？ Y で攻撃すれば、何、中身を確かめられるわよ。おい、たい、何が入ってるんだろう。ほな、見てみましょうか。おー、ええやん。あおセイクリッドキャロット。あと一個でとりあえず、あそこの木の中入れるようになるね。リンゴか。あんまりリンゴは。これなんでしょう。押すと視点がリセットできるって書いてあるわ。いいね。これ知らんかった。なるほどな。これ便利やね。64自体のゲームみたい、ちょっと。でしょ。いや、二人とも、この崖の上がどうなっているのか気にならない？ええ、気にならないわ。まったく。なんやねん、こいつ。その答えは予想してなかったら。まあまあ、そうとやつに Wii でジャンプし、登っていたよ。Wii を押す長さやってジャンプできる高さが変わるから、いろいろ試してみてね。ほな、登ってみようか。どうやろう。いや、ちょっとジャンプの挙動、まあまあまあ。これで5個、5個だね。だからチュートリアルを兼ねて、このセイクリッドキャロットを集めろっていうことやな。多分。でこれで5個集まったから、やっと8枚目に集まったね。さ、キングに会いに大木に行きましょう。移動中に Y を押すと微妙に速くなるって書いてあるわ。あ、そうな。知らんかった。それはね、新たな発見やな。ちょっと待って、あそこのシルバーコインが取れないかを。確かめたいところ。取れない？あ、取れそう。何あれ？なんか火器みたいなのが。これ、どう見ても HP の上限が1個アップするタイプのやつじゃない？違うかな。わお。ゴールデンアップルぜ。食べると体力のせいでしゅ。H アップルぜ。いや、それはいいね。
こういう収集要素もあるのも、どういてもバンジャーなんだよな。ラスビノーラだよな。あなたたちを10ランクの数のセイクリットキャラと集めたのであります。キングやの道が開けたのであります。さあ、ブラヤのないように。ほな、行きましょうか。ゴー。おぉ、でかいの。でけえ人参やの。まあ、そいつにセイクリットキャラツを捧げるってことか。なんなん、セイクリッドキャロット。よくぞここまで来た、ラビとナビよ。私こそがこの村の長老、キングキャビットである。言いたいことは分かってある。魔王を倒したくば隠されたセイクリッドキャロットを捧げ、先に進むがよい。ちょっとあんた、キングラミ私たちにやらせる気なの？信じらんないわ。口が悪い。エロい人というのはそういうものなのだ。これ本当にバンジョーとかレアシャミを感じるな。まあまあ、僕たちは主人公だから仕方ないね。さあ先に座ってください、キャビットさん。良いだろう。さあ、聖なる儀式を始めようではないか。フラッシュ撮影はご遠慮するのだ。なんやねんこれ。サイクリットキャロットの力を、ウェルが弱い。いや、でかいの。どんな感じになるの？セイクリット、あ、はい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 。あ、で、この岩が？この岩が？うわぁ！これ、バンジョーとカズイン大冒険2だな。2の演出に近いね、これ。実に。なるほどな。セイクリットキャロットのご加護があらんこと。そうそうそうって言うくのだ。なんやねん、お前も。もっとこう、頼み方っちゅうもんがあるやろ。まあ、行きましょう。早速ね、密輸が開かれたんで、そこへ向かっていきましょうか。ロー、ロールル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 ルあ、これ盤上通システムだな。で、次10個集めようってこと。再びセイクリットキャロットが集まりし、ヒコグリも戻ってくるのでおります。キングジギーと全く一緒やな、これ。盤上2だな、この辺のシステムは。どっちかっつったら。早くな、ん？これはなんか爆弾を使わんとダメだよな、と見ても。今のままじゃダメな気がする。さあ、マップかな？新マップ。ドワーフの森。ドワーフの森っていうのが新マップなのかな？あ、ほんまや。ここはもう完全に新規マップってことね。ドワーフ。なるほど。森行こう。意外と、意外と攻撃が当てづらい。あ、なんかもう早速滝の裏になんかある気がする。よいしょ。てるまま。これは？ほうほうほう。ああ、取らん方がよかったな。なんかあるかもしれんからね。ここでダメージを受ける何かは。ん？敵？お前敵かいな。敵に見えないフォルムしてんだよな。どちらかといえば。オッケーオッケーオッケー。仲良くぜ。リンゴか。まあ、いいわ。あ、え？もう見つけちゃった。セイクリッドキャロッツ。これなんだろう。これ目の前のもんが開くんかな。はいはいはい。まあまあ。いいでしょう。せっかくなこの洞窟をもっと探検していきましょう。あ、これ、ワープパッドやな。ドワーフめっちゃいるな。いちいち相手してるのもだるいんで。これはダイヤか。これ何？ん？どこが開く？あー、なんか確かにその辺に閉まってるシャッターがあったなっていう気はするんで。まあ、帰り際にもう一回行ってみましょうかね。これ、セパレートか？なんやろ。ワープパッドがめちゃくちゃある。なんか、上に箸がある。これ何？ちょっと待って、なんか看板があるよ。危険、衝撃を与えないでって書いてあるわ。与えろってことね。多分この上から行くんじゃないかな、だとしたら。だけど、これ壁切りみたいなことかな。どう見てもいけないもんな。え？
なんか上に高台あるもんね。そんな気するけど。なんだ？これまだワープできないよね。ドワーフがめちゃくちゃいるんだけどね。顔色がいいせいでね、敵に思えへんだよな。あ、登れって言ってるような気すんな。痛いの。あ、なんだ？あ、俺お亡くなり？あ、お亡くなり。あれ？あれ半分になったらあかんのか。そうなんや。セイクリッドキャロットは取ってることになってるね。じゃあ今度セイキルート行ってみようか。あ、でもここワープできるようになってるんでかいな。あ、てかここが繋がってるから、デフォルトで、あの滝の裏を進むのがセイキルートだったっぽい。なるほどね。技あり師匠はどこにいんやろな。ここなんだっけ。これ見逃しなんか、蛇の道みたいなのあっけど。これ登れへんようになってるから、ちゃんとこの蛇の道を行かんといかんのやな。でもあそこにコインあるから、それは、おいおい取っていきたいけど、これ地味むずいな。地味むずポイント。ジャンプ。いいね。これなんか、道場感あるから、技あり師匠いそうじゃない？あ、やっぱりそうだ。ゴリラな。お、ファイトも、我が今日も、はしゃくしゃ教えちゃうわ。どうや、ただで教えるわけにいかない。迅速に教えちゃったらいいだろう。技を覚える、覚える、はい。どんな教え方？うほうほって後ろに書いたのかもしれない。あ、これでジャンプできるようなんだ。へえ、なるほどね。ショックパッドやろ。これで青いパッド、ブーブーしろ、バージョンプレグレーになったぞ。まあ、ようがね、さっさと生きようがね。なんやねん、こいつ。突き放すやん、急に。ちょっと待って、他に教えてもらえんやな。このステージはもう教えることはない。消えやがれ。いや、言い方が。消えやがれて。すごいな。これだね。これが、おお、なるほど。すごい。ヨインって言うとるで。これはなんだ？あ、ん？なんか細道があったね。あそこの細道行ってみたい。これどう見てもショックパッドやもんな。もうどう見ても万丈なんだよね。で、あの細道行ってみたい。こういうとこから行ってみたくなるのが、万丈ラーだよね。万丈フリーカーというか。あ、細い。細いけど絶対セークリットあるよ。ほら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 。いや、いいね。発見した時のこの満足感が、たまりませんね。あっちなんか家みたいなのあるな。あ、落ちちゃった。これ、落下ダメージはなさそう。おっとっとっと。じゃあ、ドワーフ、ああ、またここにあるね。コイン結構余裕あるよね。さっき10で行けたしさ。このワープ、あのダイヤダイヤね。はいはい、オッケーオッケー。これも開通。このボタン押しときたいね。どこだろう？ん？どこや？あれ？これって、あれだよね。最初のウサビレッジのところだよね。なるほどね。ドワーフの森。なんか、あるね。なんだろう。うん。お土産ショップ。買ってね。ドワーフの帽子。これを被れば君もドワーフの仲間さ。これなんだろう。よくお庭で見かけるやつ。君のお庭にもいかが？マルタボートの模型。これは何なんだろう。いいか。でも技道場に使うのがまず正解な気するけどな。あ、で、これクロークか。で、着替えれますってことかな。あ、はいはいはい。とりあえず着替えてみようか。うん、これだけみたい。落ちちゃった。うわ、ドワーフも解放されたね。これどこだろう。わかんないけど、どっかが解放されたね。多分同じマップやとは思うけどね。ピシピシ。ん？穴ある？穴あるな。あ！ゲットした。これどこだ？ん？うわ、なんか、あれ押すときて。おっしゃおっしゃ。よしよしよし。どこ？あ、なんか橋ができたかな？危ない危ない危ない。
あれ、星も押しときたいな。何なのか分からんけど。これなんだ？え？ん？なんだ？お！サンシャインやん、こんなん。どう見てもサンシャインの秘密構成やね、これ。いや、でもなんか気にはなってたんで、デモムービーでね、こんなシーンがあったんで、うわ、サンシャインやなと思っとったんやけど。これ想像以上にサンシャインやな。危ないぞ！いや、結構危ないぞ！危ない！ちょっと待って！危ない！これはサンシャインだ！危ない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 。よし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 。いや、うまいわ。言うて僕サンシャインもかなりね、遊んだ人なんで。青コインもね、全部集めた人なんでね。で？押し出しマシンなの。危ない危ない。これでもなんか道中にさ、隠れた実は、キャロットがあるんじゃないかなとか疑っちゃうタイプなんですよね。でも登れんもんな。まあ無理か。じゃあ行こう。あべ。よし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 。届か。オッケーオッケーオッケー。これむずそうやな。いや、これあったぞ。だってサンシャインこれあったよね、こんなん。あーあいや、むずいぞ。これ結構な難易度やと思うけどな。どっからや。ああ、なるほどな。もう一回やらせてくれんだ、でも。もう一回やらせてくれるか。まあまあまあ、でも選択肢があるってこと。あれってか何？ここキャロットじゃなくて、あのナスビを取るっぽいぞ。何やの？あのナスビは。こうやろ？あべあべ。あー、むずいな、結構。よし。危ない！よし。あー、これマジむずいかもしれん。いやー、これマジか。さて、ここまで戻ってきたけど。ここがなー、地味難所よな。危ない。さあ、ここよ。地味難所ポイント。よし。いや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 、危ない。で、次ここね。はいはいはい。次何どこどの面ここね。オッケー。次は縦の。危ない！これ危ない！よし、一回乗ろう。よし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 。さて、キャロットはなさそうだよね。よし、隠れキャロットはないみたいなんで。あとはあのナスビをね。オッケー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 。これも安定取ろう。ゆっくり安定取っていきましょう。この、渡りだけ気をつけて。危ない危ない危ない。オッケーオッケー。よし。オッケー、ゴール。隠しがないかどうも探ってしまう私。じゃあ、ナスビ。これなんだろう、ナスビ。ゲットしたけど。あの側近のやつだよね。なんだろうね、これ。なんか、おごそかな、なんか神社があるな。なんやろ、あれ。セイクリッドキャロットもあるし。ただ、こっち側からどうやら行けないみたいなんで、まあ、行くとしたら、回り込む感じなのかな。すごい揺れてんだよね。なんかこう揺れてる感じの演出とかもなんか、バンジョにあったかって言われたらちょっと、その判断迷うとこだけど。ん？何？なんか、モグラ？ひょい、俺の助けて、どっかへ折り分けるボタンがあるはずでしょ。何やこれ。ドゥ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 。え？ボタンなんかないよ、どこにも。あれかな？でも、こっからはいけへんな。なんか音楽もよく感じてきてんだよ。ただないよね、どこにも。こっからはどうやらいけないみたいなんで。危ない。え？もう登れんの？あー、落ちそう。危ない。これ地味むずいやな。危ない。あ、黄金のキャディツ、キャディツ。あーん。これ地味むずやな。ジャンピングフラッシュ。中ゲームがね、昔プレイステーションにあったんですよね。さあ、これ一回あれ取りたいよね。いいね、取れた。とりあえずこれで5個になった。まあ、それはええねんけど、あのカメラマークないや。危ない、危ない。64時代のゲームってこんな感じだったもんな。あー、なんかボタンあるね。あ、ここなんだ。わーい、助かったでしょ。お礼を取りに来てください。おー、あざす。この音はバンジョやな。
トゥルルルトゥル。あ、そこ開くの？それは、ん？なんか川下りみたいなこと？なんやろあれ。ああ、もう、取れへんかったわ。よし。あとはもうラスト。こうや。よし、オッケーオッケーオッケー。9個ね。で、あとは、あのビーバーからもらいに行きゃオッケーかな。オッケー。助けてくれてありがとうってし、俺にビーバーの泳ぎ、ビーバーの泳ぎ方、僕の後ろのコースで待って、待ち、豪華商品もありますよ。エルと移動してコイン50枚以上集めてし、エルアルをしながらだと鋭くターンできるでしょ。さっさと後ろのコースに来てください。なんか圧があるな、ちょっとでも言い方に、まあ、レア車独特だよね。あそこね、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。お、何？ビーバーレース森のミニゲーム。あいつレッスンか。ほっ、3、2、1。あ、じゃあ早ない？え、ずるない？あいつ意外と、なんか意外とね、あいつ別に抜かさなくてもいいのか。あばい、え、ターンできてんのかこれ。いや、50、やっぱ早速1枚逃したが、これ、こっちの2枚を取ろう。君、あ、なるほどな。これでターンできるのね。はいはいはい。いや、意外と、なるほど。いや、意外と、むずいぞ、これ。ちょいん。あ、取り逃しちゃった。ちょいんして、ちょいん。ビーバーの泳ぎ方、これなん？知らんけど。ああ、これ3失われんの？意外と失われるやん。え、50いけるかこれ。ちょ、残りがわからんから、50いけんのかっていう不安感はある。でも3失ったのは、それなりにでかい気はしとる。いいよ。はい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 。はいはいはい。もうビーバー見えんけどいいのかな。あいつはいいのかな。あー、3失った。3失うの結構もう、計6失ってっからな。で、こうで、なるほどな。木箱はあかんのな。それは理解した。あー、え、それダメやん。でも、こうは可能なのね。あ、なるほど、まだあるのね。もう終わったと思ったわ。もう、こんなんだから。危ない危ない。オッケーオッケーオッケー。いや、これ結構むずいぞ。いや、いやー、あー、これむずいな。結構要求されるな。50か。うるさいわ、やかましいや。うさぎちゃんって大したことないんですよね。もう一度リトライする。はい。ついちやん。あと失われないように頑張ればなとかなるな。オッケー。よし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 。いや、難しかった。え？残念でした？え？なんで？ん？え？残念でした？あいつ障害物してんのずるくね？シンプルに。よしよしよし、とりあえず勝ったぞ。レースには勝った。どうなの？は？え？ん？やっぱ50集めないとダメなんじゃないの？あー、むずいぞ。いや、いけるぞ、これ。よし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 。50取って勝った。50取って勝った。おしよ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 し。よっしゃ。あー、キャロットヒットした。あ、むず。マジか、これ。激ムズやろ。はい。